We went to Nakagawa, known for its production of polished cedar logs, located north of Kyoto City, to meet a young local artist specializing in Japanese-style painting. Whilst I've been here, I've been inspired by Kyoto's rich art culture and have become increasingly curious about Japanese-style painting and the wabi-sabi philosophy and aesthetic.職業は、日本京都で、日本画家として活動しています、まあ、日本いわゆる日本画というジャパニーズ、まあ、日本の伝統的な技法あとは色彩を用いて、描く絵画ともう一つは朱っていう日本画のこれも顔料なんですけどそれをにかわで溶いた絵の具を使って線画として、仕上げている作品を描いているのとこう2種類ぐらいで今は絵を描いてます。日本画ってそもそものプロセスが、一番最初スケッチそしてその次に本画っていう、まあ、最後のなんていうんですかね、キャンパスに仕上げるまでの、まあ、装甲みたいなことをする、まあ、下絵みたいな作業があるんですね。でその下絵を描いたものを次本画に転写をしてそれを仕上げていくっていうようなプロセスがあるんですけどもまあ、それの中で私その例えば写生っていうプロセスをすごく大事にしていてなので、私はその直接こう現場で受けた感覚を写すとかその下書きをすることなく本画に直接描いていくっていうやり方をするようになりました。まあ、主線画の作品が生まれてきたっていうところはその写生でその現場で描いた花やまあ、モチーフを次じゃあ自分の中にちゃんと咲かせられるのかみたいなところ でそれを確認するために主線で描くようになったっていうでその主線で描くっていうのもこう私って花の絵描いてるけど花の絵描いてるような感覚じゃなくってそこに人のイメージとか生きてるもののイメージを重ねて描いてるから朱で描いてるっていうのもこう血の色とかそういうところを意識して朱で描いてるっていうのがありますね。で日本画ってもともと陰影表現っていうのがないんですよ。こうどちらかというとすごく平面的日本画家さんで例えばこうかぶらを描いてる絵とかがあるんですけどその中にこう言ったらこうなんていうのかな生きて朽ちていってしかもかぶって食べられてみたいななんかそういうこう生命の営みみたいなののなんか本質みたいな宇宙みたいなのをそこにこう見ようとしてるようななんかそういうこう計り知れないこうものの本質を捉えようとしてるようななんかそういう印象を強く受けてますね。一番最初に日本画をやりたいなって思ったのは絵の具の色の美しさでした。こう並んでるのを見てもらったらちょっとわかるんですけどなんかすごくこうときめくなんか粒子のこの細かさというかまあもともと宝石砕いたりとかしてるのもあるんですけどなんかそういうこう材料の面白さみたいなところに惹かれてそこから入ったっていうのがありますね。なんかそもそもここに住み始めたのもまあ自然が好きってことはもちろんだったんですけどなんか人に触れたりとかあとは花を描いたり自然を描いたりとかいうそういうこうまだこう自然の営みみたいなのがすごくこう近しい場所になんか自分の身を置くことですごく自分の作品にもこうそこのなんていうのかな生っぽさみたいなのが生かされてるっていうのはすごくひしひし感じてるところが、うん、ありますね。ここってやっぱりちょっと不便な土地っていうのもあるしあとはなんていうのかなここに住んでっていうこともあるから結構やっぱり助けてくれはることもやっぱり多いし感じでちょっと移動したらいろいろこう教えてくれはったことが多かったりとかなんかで私は私でここに来て例えばオープンアトリエをしたりしてやっぱりその時にこうすごい感動してくれはったりとか日本画のことを少し知ってくれはったりとかっていうそういうこうなんか地域のこう個人間のやり取りみたいなところっていうのにすごく助けられてるなっていうのはすごくあってだから私にとってはすごくこう新鮮な体験をさせてもらってるっていうような感じですかね。今度行う展覧会は陶芸家日本、京都で活動してはる、陶芸家の、西久松由香さんと二人展になります。展覧会のタイトルを
とどまるものとどまらないものっていうタイトルにしてます。まあ、万物はこう流れるように、そこにあって、なんかこう今いるここの点、そして長いこう時間軸の中にある線の中のとどまらないものっていうような、なんかそういうところのニュアンスを、まあ、2人が、感じ、そこを、まあ、2人で一つ、まあ、展覧会を作ろうかということで、お寺で展示するっていうことになってます。人々がこう手を合わせて祈る場所ではあるんですけど、なんかそのお寺でそういうふうに何かに向かうっていう気持ちが、あのアートを見る時にも少し通ずるんじゃないかなっていう、西久松さん と、私のなんかちょっと合作みたいな形で風鈴を作るんですよ。風鈴ってそもそも、日本では夏にこう涼やかな音を奏でてこう飾るものなんですが、今回その秋に、しかももう冬間際に飾るっていうので、葉が落ちていくその音をそうこう感じてもらおうと、私がその、落ちていく葉っていうのを風鈴の風に揺れるところ、そして、西久松さんが骨壺を作られたりしてるんですけど、一つの葉に対しての大事なこう壺的なイメージで一つこう風鈴を作ってます。50個ぐらいざーっと並ぶ空間が、入り口にできるっていうようなところが今、進んでますね